お田一万、小田お万、小田およろず、慶応4年7月4日、1868年8月21日、昭和20年、1945年5月26日は、日本の法学者。専門は、行政法。京都帝国大学名誉教授、常設国際司法裁判所判事、関西大学学長、財団法人立命館名誉総長、佐賀県、 スコユー生まれ。小田一万は、佐賀県、スコユーの氏族、スコ聖一の次男として生まれた。佐賀藩の本流にはなかったものの、スコユー、現、白石町を支配する、スコ鍋島家の親族家老、スコ西家に属す名士であった。一歳の時に、小田藩士の養子として迎えられ、小田家の子供として育てられた。1879年、明治12年。 スコ小学校を卒業した織田は、当時スコユーに、安住百太郎が解説した、鶴院学者で、関石や外国立書などを学ぶ。安住は、江藤新平が、唐津の士族約120名を率いた、佐賀の乱に参加した人物で、反乱鎮圧後、岡山県で、獄中生活を送っている。織田は、鶴院学者での経験を通じて、いち早く、 自由民権運動の寄付に触れることができた。後に、スコ村に、鶴院学者の死の石踏みを混流した小田は、自らの号も、鶴院とするなど、鶴院学者に相当の愛着を持っていたことを伺わせる。1883年、明治16年、司法商法学校への入学を目指して上京。翌年秋には、定員50名に対して受験者。 約1500名という狭き門を突破して、同校予会進学した。司法小学校の同期には、後に総理大臣となる、若月礼二郎、後の大臣、小川平吉、荒井健太郎、常設国際司法裁判所で、小田の公認を引き受ける足立本一郎、京都帝国大学法科大学で同僚となり、後に財団法人立命館所代協議員となる、岡村塚沙羅がいた。 その後学生改革により、司法小学校は第一高等中学校予科へ編入されることとなった。卒業後は帝国大学法科大学に進学、普通法学科に在籍し、フランス法に触れた。帝大時代は、後に京都帝国大学法科大学で同僚となる、憲法学者の井上筆か、京都帝国大学法科大学教授、京都法政学校教頭や、 その後、文部省官僚として、京都帝国大学の設立に関わり、立命館大学の総長となる、中川小十郎らと同期生であった。大学院では、小住安香の下で、行政法を学び、卒業後は、東京専門学校、現和世田大学、日本法律学校、現日本大学、和仏法律学校、現法制大学で講師を務めながら行政法の研究を深め、 1895年、明治28年には、自身初の著作である、日本行政法論を出版。この著作が縁となり、元老、西恩寺金持ちの地遇を得た織田は、西恩寺の勧めによって1896年、明治29年からの4年間、ヨーロッパへ留学し、主にフランスで過ごすこととなった。実は、文部省留学生として、ドイツ・フランス留学が決まった織田は、 はじめ恩師の穂積信のからドイツ行きを勧められていたという。しかし西恩寺から日本にもっと自由な空気入れるためフランスが良いと言われたことがフランス留学の決め手となったようである。1899年、明治32年ヨーロッパ留学から帰国した小田は京都帝国大学教授に就任。行政法の教授を担当した。その後、関西法律学校。 現在の関西大学法学部講師となると同時に、定大時代同級生だった中川小十郎が設立した京都法制学校、現在の立命館大学の維持委員として講師に就任している。両校との関係は深く、1914年、大正3年からは立命館大学教頭、1918年、大正7年からは関西大学学長にも就任した。 1906年、明治39年、台湾総督府民政長官だった、後藤新平に壊れ、臨時台湾急官調査員を引き受ける。この委員会は、京都帝大及び、京都法制学校、現在の立命館大学で同僚だった、岡松三夫都市が中心となって組織したものであった。小田は、加野直樹、加藤茂浦中国史の専門家の協力を得て、 新国行政法を編纂している。1921年、大正10年、日本人として、初めて常設国際司法裁判所判事に当選した。当初、国際法学者の律、作太郎の名が上がっていたものの、健康上の理由で辞退したため、中国法に造形が深く、フランス語にも精通したおだが、候補になった。候補となった時、 高齢の要望をもんぱかって、事態を申し出ようとしたが、恩師の穂積信主富井正明から説得され、最終的にこれを受諾した。二人の恩師からは、国際司法裁判所の判事は、あまり忙しくなく、一年のうち半年は日本にいられるし、任期9年とは言っても一年か二年で帰国すれば、良いと言われたようである。しかし実際には、ベルサイユ条約関連の紛争処理に追われ、 1930年、昭和5年の任期満了までの9年間ハーグに常駐せざを得なかった。帰国後、常設国際司法裁判所での真摯な取り組みなどが評価され、貴族院議員に直選される。また1931年、昭和6年には、君一等随法賞を授与されている。1945年、昭和20年5月26日の、 東京大空襲により、夫人と共に戦没。死因は、焼夷弾から出たガス中毒であった。去年77。小田は、帝国大学時代の同級生、中川小十郎が創立した、京都法政学校との関係が、とりわけ深かった。同校が、京都帝国大学の教授陣により支えられていたという実情も、去ることながら、西恩寺金持ち。 中川小十郎らとの個人的な絆によるところが大きかったと思われる。1931年、昭和6年、小田は財団法人立命館の名誉総長に就任したほか、1936年、昭和11年には学長事務取扱いに就任し、立命館学園の中心的存在としても活躍した。現在の学校法人立命館は、 立命館の名称の起源は、申し、人心症にある、幼児に、幼児たがわず、身を収めてもって、これを、地、つは、命を絶つるゆえんなりにあり、これを、人間の寿命は天命によって決められている。収容に努めてその天命を待つのが、人間の本文の末等であるという意味と、説明しているが、この解釈が定着するまでには、小田と学園創立者、 中川小十郎との間には解釈をめぐって意見の隔たりがあった。中川は立命館を古西恩寺金持公が明治維新の際国家有用の人材を養成船がために設立したる私学の名称で国家のために有用な人材を作ることこそが立命の意味であり目的であると解釈ていた中川小十郎専門学校開校式での講演及び 昼間部在学生への訓は、中川家文書。これに対し、うだは、学祖、西恩寺が立命館学園に寄贈した変額の一節、申し曰く、幼児にわず、身を収めてもって、これを待つは、命を立つるゆえんありと。けだし学問の要はここにありに着目し、要するに各自がその持つて生まれた才能のありたけを、磨き上げ。 自分の人格を完成することを得れば、それで一個の人間としての務めは果たされるのであって、成敗理論は、帰り見るところでないということと説明した、小田一万、学生諸君にあたう、立命館一九百三十九年七月十日。小田が、私塾立命館の精神の継承を、より個人主義的、自由主義的な観点から考えていたことが伺える、小田一万、 オーラトモエ精神の変遷、法と、人1943年。このことから、現在の立命館大学による立命館の解釈は、中川によるものよりも、むしろ、小田一万による解釈によって立つといって差し支えない。1940年、昭和15年から1941年、昭和16年のわずかのうちに、立命館大学では、学長が二度交代している。 はじめの交代は、小田学長、事務取扱いから田中翔太郎への交代であり、二度目は、田中学長から、松井学校学長への交代であった。学長の職にあるものは、大学所在地に、現住所を置かねばならぬという文部省の規定にも、かかわらず、小田が東京に住所を移したためにやむなく、行われたのが一度目の交代であった。この時新聞史上では、 常藤康氏ら著名な学者が公認につくのではないかと報じられたが、肘新聞1937年10月18日付、中川の独断で、中川の同郷で、藩事、検事を歴任した田中が、学長に指名されたのである。当時の中川は、西恩寺金持ちの体調悪化で、公の川を長く離れることができず、学園の人事に時間を割くことができなかったようである。 この頃の立命館には教授たちが中川に意見を言う雰囲気はなかったが、中川との個人的な絆を持つ小田が教授たちの意見を代弁する格好、田中は尊敬すべき人物としながらも、学会の空気派別団に言うのと中川に不満をぶつけ、わずか1年で田中を更迭させるのに成功している。学園創設以来、学校運営に関し、 中川に強く意見できる教授は、小田一万を他に置いておらず、中川も小田には一目置いていたようである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。